緊張するな。この右奥ですね。ちょっと回り道しながら、でもすぐ気づくの、みんな。もうすぐ来た。すぐ来た。でもライネルはこっちを攻撃するまでは多分攻撃してこないんだよ。こんな感じで。あっ。てか、こいつが自分で燃やしてくれるな。あ、燃やして、燃やして。燃やして。え、あ、じゃあ普通に上行こう。お、やばい。ノーダメージでここまで来た。矢が飛んでくんじゃない？ちょっと矢だけはやめて。あ、ちょっと上行けない。よし。いい感じじゃん。よし。とりあえずこいつ、もう一撃で落とそう。よし。よし。んで、ここだよ。うーわ、こんないい眺めが待ってたの。こんな感じ。うっし、うふふ、ライネルは怒ってんね。作戦成功だな、これ。とりあえずは。まあ、はっきり言って爆弾矢じゃなくてもいいな。あ、でも当たんないか。うまいこと。まあ、当てる方法っちゃ、矢を変えりゃいい。あ、弓を変えりゃいい。あいつは賢いだね。あ、全然届かんな。よし。なぜかもう一回馬に乗ることしないんだよ。なんかめっちゃ惜しい。馬に罪はない。よっ。マジか。高すぎるか。いや、でもいい、いい感じ、いい感じ。下行った途端にライネルにやられる。どうしよう、どうしようなぁ。下行かんと多分あいつが倒せん。こんなでっかい。よし。弓が先に壊れちゃうな。よし。いいね。いや、やっぱこれで負けたら本当に心が折れるな。ほっ。あ、惜しい。よし。よし。で、あとなんか一匹あそこにいるんだよ。あれはね、ちょっと贅沢に爆弾で仕上げる。物陰に隠れてるしね。さあ。勝てる気がしないんだけどな。一応、宣戦布告だけしようか。おじさん。ハテナじゃないんだよ。微動だにしない、さすが。さあ、届くかな。届くね。届くね。なんかしない。ほら、ギリギリ届かんか。届くか。
ちょっと一応立って。うっ、何？え？なんか魔法使っとるじゃん。うわ、さすが。さすがライネルさん。ゼロはいかんぞと。見透かされたもんな。一撃でやられても大丈夫か。とりあえず、妖精がいるからね。で、攻撃力アップ、使いたいけど、あったっけ？あったあったあった。二段階だね。三分半。よし。ちょっとこいつ倒したらマジで終わると思うからね、極意。最終決戦いきますか。くっそ。おりゃ、どこだ、どこだ。いたいたいた。その矢の方がいいかな。顔面狙いたいんだよな。武器何してたっけ。ああ。サブ。ジャストしようと思ったら失敗。顔面失敗。狙ってんのはこっちだよ。よっ。顔面でもひるまない。マジか。おっ、いや、でも前ひるんだな、それ。ここで普通に当てた。おっ、よし。んで、やばい。馬だ。やっぱ。なぜか盾は効かず。やべえ、バクバクだね。心臓バクバクですわ。なんかいけそうな感じもするし、余計に緊張するの。
よし、いや、いける、いけるっしょ。よし、あと雷電かな、片手は26だな。やば、うまー、生き残った。お、よし、やば、作戦勝ちだわ、よかった。これさ、武器残るってことはさ、次があるっていう意味、まさか。ちょっと待って、俺次やったらマジで精神的にもたん。これ以上の難易度もステージはあんの。合格通知をお願いします。新しいステージとか無理です。合格、合格、よっしゃ、やった、やった、よかった。いや、そりゃそうだよね。でも正直余裕あるっちゃあるね。武器も余裕あるし、一応アイテム、回復アイテムも余裕あるから、いけないこともなかったけど精神的に無理だね。特に失敗した時、やられたらまたもう一回あそこを一から全部行くからね。いやー、よかったー、これで ようやくスッキリ寝れる。もうずっとあそこのステージどうやって攻略しようかなって考えてばっかりだったんでね。いやー、でっかいなこれ、こんなでっかいの初めてだな。はい、5人いるじゃん、6人7人。おそらくなんだけど、ラスボスより大変なんじゃないかなって思ってる。ラスボス知らないんだけど。はい、いや、ふさわしいと思いますよ、こんだけ頑張ったんですから。はい、消えていく、頑張ります、頑張りますよ。何が変わるんだろう。色が変わったりして、攻撃力はプラスしそうだよね。いやー、素晴らしい達成感。ホワイトアウト長くないですか。バグってないですよね。あ、よかった。あ、よかった、よかった。光ってる、光り続けてる。眩しい。
強いな。なんか電撃効果とかいろいろ期待してたけど、光るエフェクトと攻撃力アップって感じかな。よし、クリアです。何回挑戦したかな。最後のステージは1回目で全然歯が立たず、2回目は上昇気流作戦で失敗、3回目か。最後のステージだけは3回目でクリアって感じだね。よし、ということで、3時29分からなんで、まあ45分ぐらいですかね。はい、配信お付き合いいただいてありがとうございます。いやー、もうずっとクリアしたくて、もう配信してない時も何回も挑戦してたんで、ようやく達成できてよかったです。ということで、今回の動画というか配信はここまでとさせていただきます。ぜひショールームの方もフォローお願いします。あと、こういった動画は編集して YouTube の方に短くしてアップしてますんで、もしよかったらそちらの方も見ていただいて、チャンネル登録よろしくお願いします。ということで、ありがとうございました。また次の配信でお会いしましょう。